あんたに美味しい話があるからさ。その代わり、必ず一人でね。いらっしゃい。どうぞ入って入って。フロストハイムの他の人みたく、俺高級品とかよくわかんないからさ。大した部屋じゃなくてごめんね。お、本当に？ありがとう。特待生ちゃんは今日も女神様だった。実はそれ俺が作ったの。100均 DIY なんだけどね。どうぞ座って座って。ごめん、俺いつも座布団使っててさ、座りにくかったら遠慮なく言ってね。あ、もう一個忘れてた。特待生ちゃん、ちょっと待ってて。これ、俺が作ったんだけどさ、もしよかったら一緒に食べよう。お菓子作るの好きなんよね。遠慮しないでどんどん行っちゃって。そうかな。せいちゃんが俺の部屋にいるのが夢みたいで。じゃあ次の追試合格したらさ、ご褒美に特待生ちゃんが俺とデートしてくれるってんなら頑張れるかも。なんちゃってですよね。マジ？嘘？本当？
後で。藤くん、触るな。